はい、じゃあ再開します。何回？3回か。何回なんだろうな。幹事くんの時が11回だったから15回ぐらいまであんのかな。聞きたい。今なら先制できるクマ。こいつなんだろう、なんかイメージ的になんかジオな感じなんだけど、ちょっとでもあれかな、 SP ちょっと温存しないと。あーそっちか。鳥はなんか電撃に弱いっていうなんか、ね、ポケモン的な知識が。うおマジか、直撃でも抜けんか。ダッシュが間に合わんかった。まあいいか。アイテム、あ、新ペルソナが2つですね。レギオンとキウンかな、どっちもなんかいかついの来たな。マジか、もうパンパンか。データラ別に作ったけどいらねえんだよな、まあ、いつも俺はレベル順で入れるんで、シーサー、シーサーとレギオンか。キングフロストアンドラス、アンドラス、キングフロスト、えいや、シャーって、うん？これはボス戦か？いや、行ってみよう。やっと見つけた。けど、やっぱ様子が変。多分またもう一人の。どこを開いとる。でも可愛い。今日もリセの全てを見せちゃうよ。どうせ嘘だろってオーケーオーケー、ならここで。でもここじゃスモークときすぎで見えないかな。じゃあもう少し奥で嘘じゃないってちゃんと証明してあげるね。俺もあんな風だったんか。うお、こらきついぜ。うわ、ざわざわ具合今回すごい。なんか気持ち悪くなってきた。誰かが見てるんだとしたら、早くなんとかしないとこれ。じゃあ、ファンのみんな、チャンネルはそのまま。本当の私、よーく見て。マルキュン。急ごうぜ。痛い話聞かれるだけとはわけが違うって。シャドウがめっさ騒いでるクマ。さっきのはリセって子が抑圧してる試練クマ。このままじゃリセちゃん危ないクマよ。ぐぬぬ、今度は俺が助ける側ってか。よし、なら急ぐぜ。まだあれか、先か、まあ3階だかな。先手を取ったクマ、敵は3体よ。なんだっけこいつ、ドゥフィ。強くはないけど雷撃。こいつは強くはないけど、あ、どっちも雷弱点だ。敵は3体、気合で乗り切るクマ。入ってく、蹴散らすかめんどくせえ。はい、クシ。さてさあ、うん、無理かい。よしケガ、やっ乗ってるクマ。ちょっと直せないか。はい、かっこいい。敵ゲゲハ、むむ、サラスバティ敵残り1体クマ。あ、いや、サラスバティ、あ、そっか、ブロ、あ、そっか、汚いんだっけ。俺が撃っときゃよかったな。
っともったいなかったか。お、右見た。面白い顔してないから、グレギオンありがとう、短い付き合いだったが。学者、いいかな、まあ、うん。かっこいいけどね、あれね。マタドルをそういえば上げないといけなかった。うお、先生チャンス、敵は4体組め。天候石化、天候石化が小の2で小の3か。どう考えてもこっちだな、同じ HP 減るし。暴れまくりの方が強いんだね。通らねえな、なかなか。いやだ、すぐだ。オッケー。オレ。ヨウスケが調子に乗ってるクマ。オッケー。四体か、弱点なしだったな。そんな強くなってもめんどくせえよね。あ、薬師にいいかな。18か、薬師に持ってなかったっけ。どうしよっかな。いや、あの埋めたいからな、やっぱ。さよならアンドラス。そうなんだよ、ペルソナのあれをねちょっと埋めたいんで、持ってないやつは入れてこう。12体相当多いけどな。でも敵発見、注意するかな。どりゃ、あ、またのスイッチ。またドル早く上げてえな。おりゃ、やるぜ。いいね、ヨウスケ生かす。敵に頼ってた。勝負あり。よっしゃ、レベルアップ。 OK、 だいたいみんな35ぐらい。うん、やっぱバランス大事っすね。マタドールいくつだ、見てなかった。あっちゃあちゃ、あー結構もうちょいだな。もうちょいでもねえか。しゃっしゃあ、敵だ。おりゃ、まっ、こいつ結構めんどくさいやつだ。弱い相手クマ、楽勝クマ。こいつなんだっけ、電気じゃなかったっけ。敵は痛い、攻撃力超高いんじゃなかったっけ。おお、敵4体が増援クマ、なんとかして。なんだっけこいつ、モノクラスだから。いや、とりあえずまたどう。敵は4体、踏ん張りどころクマ。ベルトナ、こいつらどっち初か。やるぜ、ベルトナ。あやの、あれ系は多分ハマかムドなんだよな。はい、ほう、羨ましい。こいつをお願い。いかん、余談だ空気、まずい。
ち切れクマ。なんかあったっけ、ちょっと待って、いや、ペルソナ、あの岩が何なんだろうな、弱点。凌介、敵一体撃破。ぐねむ、バリオン、なんだろう、結構、ああいかん、やばい、俺も切れとる。行くぜ、ペルソナ。しぶてぇ、なんでそっちに行くんだ。いいぞ、ヨシケ、ノリノリクマね。やばいな、これ負けそうな気がする。はい、おわ、感じ、かっこいいな。行くぜ、やべえな、マジ。しぶてぇ、やばい、俺もうぅ、しかもヘルカウンターかよ。ああ、よかった。雷しかやってない。残り2回クマ。ちょっと待って。まあ、一回回復させてくれ。あ、やべえ、こっち、やべえ、こっちじゃなかった。そっか、ティターニアの方か。待って、あれだよ、あの、なんだっけ、これや。やるぜ、ペルソナ。ありがとうよ。やばいな、超強いな。起きたクマ、早くやっつけるクマ。やめて。起きて、先生。誰か。やばいな、あれ超強えな。あいつの弱点なんだ。ちょっとあれはまずいね、あれをやられ続けると。だから500とか減ったかんな、今。とりあえずゆとりルールをちょっと発動させて、いやマジ強えな。前はでもね、このゆとりルールなんかなかったからね。おりゃ、その回から再開できるのはほんとでかい。うなんだこの組み合わせ。これなんだっけ、氷結属性、氷結か。ベルトナ、あのままやっぱ攻撃しとけばよかったかな。先生、ナイスアタック。いかんなこれ。どりゃやるぜ。よしけ、どっちか倒せれば。誰かこいつをお願い。行くぜ、セルソナ。マジかよ、倒れろよ。オールドワン置いてしまった。決めるぜ、セルソナ。減るね、やっぱ。感じの様子がおかしいクマ。マタドール。敵は2体、押し切れるクマ。カンジ君、なんとか立ち直ってくれ。いや、あれ治んねえのか。行くぜ。思い出せねえ。ぐほやるぜ。これあんま食らったことないけど。お、こいつお願い。片っぽいけそうだな。ペルソナ。ここでバストアタックなんだよな、本当は。めっちゃ強いんだよな。やるぜ、ペルソナ。ありがてえ。ペルソナ。みんなの体力が。やだ、しぶとい。ペルソナ。やるしかねえでも。
プー。行くぜ、エルトラー。もっとだ。逃げられた。いやでもでかいよ、一匹倒しただけでも。行くー。これひどいよね、絶対に取んないといけないっていう、取らないっていう選択肢がないっていう。厳しい。でかいんだけどね、違う、こいつ倒した時にね、よく出るんだよね、これきついっつーの。うわー、この半額、この半額である。来たー、でもやっと来たよ、これがマジでつえ。レベルアップ。とりあえず回復だ。よし、もう一回。で、結構使っちゃったな。あとはなんだろうな、ハイピクシーをとりあえずジオンが覚えさせれるかな。ティターニアもガルーラ、ジャックランタン、ガンガー。そういえばフォルテナあんま使ってないな。フォルテナ電撃見切り覚えさせると、もうかなりあれだからな。電撃見切りつが、これ電撃無効、サラスバティがね、結構あれなんですよね。疾風無効を覚えたんで、弱点が氷と風がどっちも無効になるっていう、結構なんかいい感じの回復要因になってますね。サラスバさんいいね、やっぱ中回復ありがてえ。あれと千人バッジがあればな。千人バッジっていうのがあって、あれが確か一ターンごとに SP7 とか回復してくれるんで、あれが超優秀なんですよね。敵は5体。こいつなんだっけ、楽勝ない。とりあえずまあ電撃打っとくか。数を減らすくな。なんか俺いつも色で判断しちゃうんじゃない、青いやつにはなんかなんだ、あの、はい、アギ系効くんじゃねえかなみたいな。全然関係ないっていうね。お、ガルーラ。さて、ガツンとやっちゃいますか。ライオン結構見た目怖そうですけど、こうやって見るとなんか猫っぽくて可愛いっすよね。オッケー。オッケー。うわ、まだ。ヘビーカウンターさっき食らったけど、やっぱあれ怖いな。ヘビーカウンターは怖え。お、スキルアップうまい。どうしようかな。これもらっておきましょう。さあどうなるか。スクカじゃ、マハスクカじゃ。あれでもたまにね、ねひどいのがあってね、アギがマハラギになって上がるのはいいんだけど、あの単体攻撃がなくなるっていうのもあるから、うまいことはうまいんですけどね。っていうかまあそういう時のためのスキルカードっていう、 ゆとり仕様っていうか、なんて言えばいいんだ、救済措置っていうか、前回のあのペルソナ4の時のなんかちょっとなんかもどかしいところが結構解消されてるところが多くていいですね今回は。先生チャンス。サラスバにして、もうなんかひたすら、やるぜペルソナ。お、ヨウスケ、ちょっとやっちまえ。だだだ。あ、弱点ない代わりに、なんだ、耐性もないから、それを考えれば結構熱いのかな。オーケー。弱点、そうだよな、それを考えると、まあ、そんな別に攻撃力と防御力が超強いってわけでもないし、怖っ。 これをちょっとやってみたいぜ。どんぐらい上がるんでしょうね、五円玉は。倍ぐらい上がった、結構上がんな、やっぱ素晴らしい。お、うん、
おお。頑張るクマ。うん。結構もう4回かでも結構来たと思ったけどまだ4回なんだ。こいつジオだったっけ？こいつの弱点はね。強くはないけど、ハエは。疾風か。疾風どうなんだろう。フォルテナか。そうだな。ティターニアがそろそろあれになっちゃうか。フォルテナ入れたから。そういえば使ってなかった。敵残り3体クマ。せめてじゃあガルーラ覚えさせないか。せめて食らわんか。あのなんかこいつの弱点がこいつもないのかな。もしかしたらピシャーン。 AI のハンジ君もあのバスターアタックっていうのってやってほしいですね。バスター強いんだけどね。コンピューターあんまやってくんないっす。あんまっていうか見たことねえな。やってっとこどうすっかな。せっかくなんで。あ、これ全部いけない。いけないか。無理か。全部いけと思ったけど無理だった。お前だったか。まあいっか。こんぐらいのねヘリだったらいいんだよ。あのね、あの腕が出た時にねあれやられるのがきついんで。腕っていうかあいつなんだっけ、なんつう名前だったっけ。フォルテナお腹がなんかすごいことになってるけど、個人的には結構好きで。これねなんだっけな。あ、これか。こちらか。しぶてえ。うわ、2人とも、はい、やめて。あ、これメパトラ、メパトラサラスバッティ、メパトラ持ってたっけ。ふぅ、よかった、持っててよかった。エルソナ弱点が負けか。こいつら強えな。俺がかかったらきついんだよな。これ誰かこいつをお願い。待って待って、はい、ヨウスケがペルソナを封じられてるクマ。ブーフどうだったっけ。一個ずつ試してたし、なんか違った気がするな。ブーフはいや一回やったことでもどうだったっけか。ヨウスケが調子に乗ってるクマ。さすが。やあ、誰かこいつをお願い。ヨウスケ強、誰かなんとかしろ。ちょっと待って、いやもうここは一応倒しとこう。ベルトナ、まだ倒れんか。頼む終わってくれ。いやあいつマジで爆数がちげえんだよ。陽介くんに経験値入んないのはあれだけど、ちょっと今のやんないと死んでたまであるから。いやマジ強えなあれ。どんだけ強えんだよ。うりゃ。いやあいつはマジ強えな。なんとか攻略を早く。あの威力が半端ないよね。とにかく500とか意味わからん。うん、あとはこいつだな。ちょっとハマーやってみますか。あ、そっか、ピッ
来たんや。浜持ってんのか。じゃあ浜要員で残しとかないとな。ほっという建前。いや単純にね、あれなんで、ピターニアっていうそのものが好きっていう。決めつ、誰かこいつを。あいつ弱点なさそう。誰かこいつをお願い。マジかよ、俺のよ。いいぞヨシケ、ノリノリく。こいつは小物クマ全力全力。ペルソナ、シャン、敵がダウン、チャンシャン、こりゃ、うわ、直撃でも抜けんか。あ、クリティカル熱いぜ。いいね。おお、これか、やってみっか。おお、面白いな。もう一回やってみっか。鍵、いいね。お、オロエが手に入りましたね。なるほどね。アサルトダイブあるから、もう脳天落としあんま消しとくか。あ、あれを覚えるのか。ついに強いんだよね、あれが。なかなか、おりゃ、まだ4回か。あ、もうちょいだな。オッケー。ん、ピアニアは、あ、いいか、まだあるな。ガルーラは覚えさせておきたいけど。ハマ系要員ってことで。ハマ持ってるやついなかったっけ。こいつムード、マハムード、ムードばっかやな。かわいい、小さかわいい。マハブフ三角なんだよな。そうなんだ、これがセルブレイカー持ってんだよな。あー、こういう効果か。うん、ジャックランタン、よし、まあいいや、行こう。あれ、行き止まり。あれ、あ、あそこのドア開けてねえじゃねえか。一瞬なんか完全に積んだと思ってしまった。どう、あ、そろそろあれですね、ちょっと時間があれなんで、ちょっと中途半端ですけど一旦切ります。